と違って、この感謝っていうのに対するで、お教材の中で一番チャレンジングに立ってないと聞くんだなんもう全く同じ悪いんだね。そうです。はい。今、ゆうちゃんのね、トップ2が、トップ2が、自分で言ってしまったんだけど、はい、そして、で、まあ、トレーニングの話ですね。こうやってまた私を落とそうとして、ランキングは7位でした。
薄い感じもなくやれてるのと適応力があるなってすごいなって思って、
まあ並大抵ではもう一握りでしょないですから、ね、よく言われるのがこうねタイヤが今日本のタイヤメーカーがすごくいいタイヤなのでハイグリップのタイヤだったりするので体がきついぞというのをよく聞きますけどもその辺はどうですか。まあ、もちろんあのトップカテゴリースーパーフォーミュラー行けばきついんですけど、うんまあ、今この後ろに流れている F3、うん、もうかなり、うん体力必要なカテゴリーで、うんまあ、それは本人たち聞いた方がいいと思いますけど、はい、多分ステアリングもものすごく重いし、うん、G もね強い組みにも来るし、ねはい、結構 G とかね、まあ、なんでそれなりにフィジカルは鍛えていないと、はい、まあその勝とうと思ったらね、はい、やはりそこに余裕がなければ、はい、繊細なコントロールできたら小高選手はきっとこの人は普段トレーニングしてないってことですね。してないことがもうバレたってことですね。バレてました。はい。まあ、だっていや、違うんですよ。あの僕足壊れちゃってでランができなくなっちゃったんですよ。でもまあウェイまあ普段トレーニングしてるかって言われたらあのめっちゃしてるっていうタイプの人間じゃないんですけどあのそれはちょっと今年あの頑張っていこうかなと。あトレーニング頑張る。はい。なんで、うん、ちょっと今まだ右足痛めてるんですけど右足が右足が治ったらとりあえず20キロ右足蚊に刺されたいや蚊はいっぱい刺された蚊に刺されたぐらいでなんかやらなそうだもんねちょっとガチなアキレス腱やっちゃってじゃあ今年はじゃあそういう意味で体作りも頑張ろうかなとそう、ね、本当に F3 あのフォーミュラカー F1F4 から上がってすごい変わったんで、はいまあ、フィジカルはすごい大切なんで今年は、ね、ちゃんとやっていこうかなと思ってますはい、もう今年の目標も一つできましたけどももう逆に今トレーニングフェチ的なもうI'm gonna go.